気分障害は気分に関する障害を持つ精神疾患の一群である。世界保健機関の疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10版においては感情障害と記述される。ある程度の期間にわたって持続する気分の変調により苦痛を感じたり日常生活に著しい支障をきたしたりする状態のことを言う。 うつ病と双極性障害など広範囲な精神的疾病がこの名称に当てはまる。精神疾患の主要な分類法である ICD-10 と DSM 法の両者において用いられている語であり、この二者間で細かい分類の仕方は異なるものの含まれる概念はほぼ同一である。精神障害定義も参照精神医学的障害の一種である。障害とはすべて、 甲状腺機能低下症のような身体疾患による気分障害や物質誘発性気分障害ではないという診断基準を持つ。また重症度の診断基準を持つため、著しい苦痛あるいは生活機能の障害がある場合に、これらの障害であるという診断基準を満たすこととなる。現時点ではヨーロッパで行われた疫学的研究から、 世界の人口の概ね8.5%がうつ病性、障害であろうと示唆されている。特定の年齢の集団がうつ病から免除されることはなさそうである。母親から分離された生後6ヶ月の乳児にもうつ病が出現したという研究報告がある。うつ病性障害はプライマリケアや総合病院の現場でも頻繁に見られるが見逃されることも多い。 未認知のうつ病性障害は、回復が遅れたり、身体的疾患の予防を悪化させる可能性があるため、すべての医師がこの状態を認識することができ、軽症な症例を治療し、専門的治療の必要な患者を見分けることができるようになることが重要である。下記のようなサブタイプや経過の特定用語が、診断学的に使用されている、詳細は、双極性障害を、 参照気分障害は、その病院が抗生新薬や他の化学物質の直接の生理作用に遡ることが可能な場合、あるいは物質の毒性や離脱と同時に生じた気分障害は物質誘発性に分類される。気分障害が物質使用障害と併発している場合もである。物質誘発性気分障害は、そう、軽相混合。 あるいは、うつ病エピソードの特徴を有する。多くの物質は多様な気分障害を生じさせることができる。例として、アンフェタミン、メタンフェタミン、コカインのような覚醒剤は、創や軽創、混合状態、うつ病のエピソードの原因となることが可能である。DSM-5 では、物質、医薬品誘発性抑うつ障害、物質、医薬品誘発性双極性障害及び、 関連障害に分けられる。DSM 法では、例として一下が挙げられる。他に、麻酔薬、鎮痛薬、抗コ,コリン薬、ベンゾジアゼピン、抗精神病薬、筋弛管剤、ステロイド、また、重金属や、毒物ではガソリンなど有機溶剤、殺虫剤、神経ガス、アルコール誘発性気分障害、編集アルコール依存症を伴う大量飲酒者や、患者では、 大鬱病性障害が高確率で生じる。アルコールの乱用と抑鬱の発症が先行する抑鬱の自己治療的なものであるかについては議論があった。しかし最近の研究はいくつかの事例では事実だろうし、アルコールの乱用は大量飲酒者の多くが抑鬱を発症する直接の原因になると結論している。 参加者の生活上のストレスの多い出来事の間、気分不快尺度を用いて評価された研究が行われた。さらに、逸脱集団への加入、失業、パートナーの物質の使用とその刑罰が評価された。その結果、アルコールに関連した問題として高い自殺率があった。詳細な患者の起用歴によりアルコールの摂取に、 関連しない抑うつとアルコール誘発性抑うつとを区別することは可能である。アルコール乱用関連の抑うつと他の精神的問題は脳内化学物質の歪みに起因する可能性があり、断酒後に誘発される傾向がある。ベンゾジアゼピン誘発性気分障害、編集バリウムやリブリウムのようなベンゾジアゼピン系の長期間の使用は抑うつに関与したり、 アルコールの脳における影響に類似している可能性がある。大鬱病性障害はまた、1000円離脱症候群の一部あるいは、ベンゾジアゼピン系の慢性的な使用の結果として発症する。ベンゾジアゼピン系は、不眠症、不安、筋肉痙攣の治療に広く用いられる医薬品である。アルコールと併用した場合、セロトニンやノルアドレナリンの濃度の増加のような神経、 科学上のベンゾジアゼピン系の作用で抑うつを増す反応があると考えられている。大うつ病性障害はベンゾジアゼピン系の離脱症状の一部として生じる可能性がある。ベンゾジアゼピン系の依存症を有する患者における長期間の調査研究において2人にだけ先行した抑うつ障害があり、長期にわたるベンゾジアゼピン系医薬品により10人の患者に 段階的に離脱する計画から1年後、さらなる過量摂取をした患者はいなかった。ベンゾジアゼピン系からの離脱の結果である抑鬱は、通常は数ヶ月後に収まるが、少数の例では6から12ヶ月にわたり存続する可能性がある。一般身体疾患による気分障害は DSM4 の診断名であり、DSM-5 では他の医学的疾患による、 抑うつ障害、他の医学的疾患による、双極性障害及び関連障害に分けられる。DSM 法では、例として一下が挙げられる。9万人以上の調査から、外実リズムの乱れは、障害における、うつ病、双極性障害、事故、低い幸福感などに関連した。不眠症の大学生に対する、オンラインの10週間の認知行動療法は、不眠症だけでなくうつ。 不安、悪夢、心理的幸福などを改善し、その影響を維持した。メラトニンの使用では、うつ病、季節性情動障害、双極性障害のランダム化比較試験があるが、より大規模な研究が必要とされる。複数の著作が、気分障害は、進化的適応であるとしている。落ち込みや抑うつは、危険や損失、無駄な努力をもたらす。 目標追求に対しての状況対応能力を高めるという。そういった状況では低い動機づけが特定の行動を抑制することによって利益が得られる。この理論はなぜ気分障害がよく見られ、生殖年齢の頂点の人々をも襲うのかを説明するのに役立つ。欲打つが機能不全であれば、これらの特性を説明するのは難しい。欲うつ気分は地位の損失、離婚。 あるいは子供や配偶者の死のような人生において生じる特定の種類のありきたりな反応である。これらは生殖の能力や可能性の損失を知らせる出来事であり、人類の祖先の生活環境においても存在した。欲打つ気分は以前の方法や行動の向きを変えるという意味で適応反応とみなすことができる。欲打つ気分は インフルエンザのような病気の最中には一般的である。身体活動を制限することによって、回復を助ける進化した気候であると論じられてきた、冬の季節に生じる低水準の抑うつ、あるいは季節性衝動障害は、過去において食物、もはや食物の入手可能性は天候に左右されないが、冬の季節に落ち込んだ気分を体験することは、人類が保ってきた本能であると論じている。 風による疾病及び関連保険問題の国際統計分類では以下のように小分類される。詳細はメンタルヘルス各国の精神保険を参照、生物時計。ありがとうございます。